ム、戦場を荒らしてやるぞ。ということで皆さんこんにちは。コロナでみんなが騒いでいる中、引きこもりだから全く怖くない霊夢だよ。同じくマリサだぜ。いやーこんな時に外で遊ぶやつはすごいよね。頭のネジ5、6本はないと思う。インスタとかにプリクラの写真載っけてるやつは、家へ取りに行ってるのかな？家へ行ってね。外でんなボケー。お前ら外なんか出ないで、ガンダムオンラインしようぜ。無料でダウンロードできるぜ。え？スマホでできるの？って、できるわけねえだろ甘えんなー。はい、落ち着いたかな？はい。落ち着きました。さて今回は最初に突撃指示が出ているので、指示に従って Z の拠点に向かいます。よっしゃーかかってこいやゴラー。ってそこにいるのかよ。上は諦めた方が良さそうだね。これ下にもいるんじゃね？そんなまさかここに来るなんて予想をする人は。ストカス先輩が楽しい。そういえばジェガンの後期動画当たったから今度。使ってみます。いやー最近中の人山石トゲが忙しくてね。あのニートなーバイト始めようと頑張ってるんだよな。なんか2、3個ダメだったらしい。しばらく動画出すの遅いと思うけど許してやってくれ。さーてネズミしていくぞ。敵なし、作戦を続行する。それにしても皆さんコロナ大丈夫ですか？大丈夫安心しろ。私たちのチャンネルにたどり着くのにどれくらいネットサーフィンしないといけないか知っているか？それもそうだね。もっと意識高くしろ。バカアホマ抜け。ひどくない？マリサが言ったのに。敵が全然いない。これはいける予感。前の動画で使っていたカラミティガンダムやシルブアバレトは使ってないだな。最近は銃撃よりも前線で格闘振ったり強点殴るのにハマっているからね。お前を殺す。お前いつ来てたんだよ。ビビらせんな。サプライズかよ。嬉しくないよ。帰り討ちにしてやるからな。一騎打ちだな。私は三段格闘よ。なんだと、いつ切られた？エクシアだと。切ない不正鋭か。これがソレスタルビーイングのやり方か。IWSP だね。やっぱり安定して強いからな。次はフリーダム来るよな。来るよね。不安。さすがに来るだろ。来るよね。運営頼むぞー。DX チケット貯めてるからな。これでピーストとか来たら怒るからな。それはエルストライクとかあるから大丈夫だろ。怖いのはプロブイデンスガンダムが、リベリオンだからめちゃくそ強そう。まあリベリオンにも壊れ期待湧いていいと思う。フリーダムとか来たらガチャ配信するからお楽しみに。あいつは倒せそうだな。相変わらず火力がおかしい。建物にすぐ隠れていく。最近 IWSP ってすごく狙われる気がする。IWSP は強すぎるからね。壊しとくことで勝ちにつながるよ。そういう感じで次々とキルをするから狙われるんだよ。私最強ー。もっと前出たいけど大群見えたから一旦味方のところに戻ろう。できればもっと前に出てほしい。仕方ないよ。誰も前に出ない戦場で前に出ると期待なくなるしポイント稼げない。そういう経験から前に出れる時も出ないんじゃないかな。まあね。チャットはしっかり見てほしい。よし、アイスを殺そう。弾が全然当たらねえ。クソエイム、お疲れ様。あれ、ちょっと前に出すぎたか。ちょっと待ってまだ。ごめんなさい。あのネタが流行ってるのでやってみたかっただけです。流行に乗るのいいぞこれ。さて戦場はバトルエリア。武者ガンダムで出撃しております。この機体は初登場かな。じゃあ私が説明するぜ。まあなんとなくわかると思うけど、格闘機だぜ。これで格闘機じゃなかったらびっくりするわ。なんとこの機体にはカウンターが存在します。自動では実回してくれるんだよ。撤退数確認。そこのお前ら刈り取ってやるぜー。やったぜ。他にもまだいたよな。2体くらいはいたと思う。もう来てる。こっち来んなー。なんで転倒してるんだ。カウンターでも入ったんじゃね。勝ったからいいや。で次はクシャリペじゃねえか。こいつは復活するから格闘機の敵なんだよな。でも味方が近くにいるんじゃ意味がない。その首もらってくぜー。まあやっぱり私は最強なんですわ。うっざ。あっちょっとここは引き分けということで、さようなら。痛い痛い、危ねー。目の前に来ている。最強だな、わらわらわら。そんじゃストカス先輩のリベンジマッチ、張り切っていきましょう。ストカス専門家のマリサさん。ええ？ストカス先輩の魅力って何なんですかね？魅力か。それはやっぱり機動力と2階の浮遊。ちょっと黙ってよ。前に敵がいるでしょうがー。え、あ、え？あいつら2人もいるのか。くらえ、ゆっくりしていったら死亡格闘。全員3連勝。何がつもりだよ。名前クソだせえじゃねえか。しかもオーバーヒート、これは負けたな。私は負けない。ごめん、一つ聞いていいか？さっきの演出って必要だったか？いや、全く必要ないです。この体力はきついわ。できるだけ時間を稼ごう。もう治ってないぞ。その状態だと勝てそうだからやめてくれ。まあ当然負けますよね。
カットしてイナクトでバトルエリアに来ております。イナクトの格闘って強いんだぜ。スローネアイン貴様を落とす。イナクトの二人で敵をやったぞ。てか今のシーンかっこよくない？その後味方さんの突で無事勝利。さて次は面白い機体でも触っていこうかな。よければチャンネル登録よろしく。さようならー。